指定暴力団山口組系弘道会の関係者の男が神戸山口組の幹部に軽傷を負わせた事件を受け、兵庫県警は今日、愛知県の弘道会本部事務所を家宅捜索しました。午後2時過ぎです。兵庫県警の捜査員が山口組系弘道会の本部事務所に家宅捜索に入ります。兵庫県警の家宅捜索を受けたのは山口組の中核組織弘道会の本部事務所です。捜索は今月12日、弘道会の関係者とみられる三木一郎容疑者が神戸山口組の58歳の幹部を傘で殴り軽傷を負わせたとして傷害の疑いで逮捕された事件を受けて行われたものです。三木容疑者は調べに対し容疑を認めているということで、警察は分裂した山口組と神戸山口組の対立が背景にあるとみて捜査を進めています。